皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、ビジネスを加速度的に成長させたいなら、るまるだけでよいというお話をしていきたいと思います、えー。新規の方、あとクライアントさんとですね、セッションをしていると、いろいろな当然、お悩み事とか、まあ、相談されますよね。コンサルタントですから。 でその時にですね、2、まあ、通りの悩みがあってうーん本当に事業の構築をきちんと組み立てていて数字のデータとか売上げの推移あとは、えー、と私が調べてくださいといった資料を提出していただいたことにより戦略を練る。 ようなタイプのいわゆる本当に事業相談っていう多分これが本来のコンサルタントの領域のご相談なんだと思うんですけど、まあ、これがメインですよねこれ一つですでもう一つは、えーとまあ、マインド系の部分ですよね、えー、となかなか前に進まないとかどうしていいかわからないとか 何からしていいかわからないとか、まあ、いろいろなお話があるんですけれども、まあ、例えばそうです、ね、どれからやったらいいのかわからないどれを選んだらうまくいくのかわからない悩んでいたら時間が過ぎていた分かっているけど動けないとか、まあ、そういうようなお話をする場合には、まあ、マインド的なお話をすることになるんですよね。まあ、多分今この4つ並べただけで <laughs> 普段から自分がもしかして使ってるかもって思ってドキッとした方ねいらっしゃるかもしれないんですけどもうこちらの2番目の悩みは事業相談レベルの以前の問題になるのでまあ私的な感覚から言うと,、えー、っともう瞬時に解決レベルの内容ですはいあのまあ聞きますよもちろんお話は伺うんですけど えー、瞬,瞬時に解決でできるレベルの内容ですなので事業相談と呼ばれるきちんとした内容ともう本当に瞬時に解決できるものと二、まあ、通り混じってくるわけなんですけど、まあ、今日はその答えをお伝えしようかなというのが本日のテーマですでは、えー、と本題に入ります、えー、ビジネスを加速度的に成長させたいならるまる3文字ですねだけでいいっていうのは何でしょうか ということなんですが、これは決めるだけでいいという話です。ん？それ答え答えかって思った方いるかもしれませんけれども、答えなんです。これがあの決めるだけでいいんですよ。ね。<laughs> じゃあさっきのえっ、ー、とちょっと二番目のねご相談って言われているものに一個一個答えていきましょうか。 実際にだから秒かからないで解決するっていうのはそういうことなんですじゃあちょっといきますよ「えー、どれをやったらいいのかわからない」「わからないんですよね」「これどれか1個をやってみてください」というのが答えになるので「1個決めてくださいが」がまあ一つのまず答えなんですよで次のもほぼ一緒です どれを選んだらうまくいくのかわからないこれもどれか選んでやってみましょうかというのが答えになるのでこれも「決める」がキーワードになりますえいやそれわからないから聞いてるじゃないかというふうに言う方いらっしゃると思うんですよねだとするとまず私に相談をする前に どれをやったらいいのかわからないという主体的な意思がなく質問をするのではなく例えばじゃあい,いですよ3つ三つ三つのことを考えてますこれとこれとこれで一つ目は きっととここういうういにななりそうな気がする2つ目はこんなことになりそうな気がする3つ目はこんな風になりそうな気がするなので私は2番目がいいと思っているんですが先生の見解どうですかと聞かれたら3つの環境と状況を聞きますので「あ2番目いいと思うよ」って言うかもしれないし「えー、っとその内容だったら3番がいいと思う」とか。 あのこれ相談レベルになってきますよねなので、えー、何が言いたいかっていうとあの丸投げしないっていうことなんですよあの自分の、えー、意思を持つっていうことがビジネスをうまくいかせる一つの大きなコツなんですよねだからどれをやったらいいのかわからないってすごい投げてる感じがしませんか今こうやって改めて聞かれると 分からない、あとうまくいくのか分からないいやそれは私だって分かりませんよ <laughs> 分からないけれども環境と状況によってその方の例えば置かれている状況うんと業界の状況競合他社の強さの状況その方のスキル、えー、避けるリソースの時間これを全部分析してこれがいけそうな気がする確率高そうっていうことはできるんですよ。 だけれども、大抵そういうご相談くださる方って丸投げなんですよどれをやったらいいかわからないどれを選んだらうまくいくのかわからないいやまず決めてって <laughs> だから決めるができない方がめちゃくちゃ多いと特に最近よく感じています何でしょうかねえー、っと思考の傾向性なのかうーんそうだな えと個人事業主、まあ、特に教室業とかをやってみようと思う人が増えたからなんでしょうかあの会社員とかだとあの全ての会社員を一括りにするわけじゃないんですけれども会社の命令と会社のルーティーンにおいてその決められた中でパフォーマンスすれば OK っていうところがあるからその思考方法に慣れてる方っていうのは。 自分が選択をするっていうことに多分慣れてないというか大抵の会社いやこ,これがいいと思いますよって言ってもいや会社に言われたことやれって言われるから多分そういう思考が育たないような文化の中で生きてきちゃってると自分で決めるっていうことをしないことに慣れてしまっている可能性が高いんですよね。でででもこの思考だだとうまくいいかかないんですよだから自分で決める という癖と、えっ、ー、と決めると動くがほぼセットがいいと思ってます。うん。なので次のじゃあお悩みに行きますけれども、えっ、ー、と悩んでたら時間が過ぎていた。これもう時間の無駄遣いですよね。あの何か動いたら結果が必ず出るんですよ。それがうまくいかない結果かうまくいく結果出てどっちかです。で。 うまくくいいいかなな結果を取りたくないつまりリスクを取りたくないから、まあ、悩むのかもしれないですけどねそれか本当にどういう行動を取っていいのかわからないから悩むのかもしれませんけどでも大抵この悩んでたら2週間考えたらそのまんま時間が過ぎてましたっていう方多いんですけれどもめちゃくちゃ時間の無駄遣いだなと感じています。 さっき言ったように何かを決めてどっちか A か B かどっちかを決めて動けば答えが出るからですあ A 違ってたよし B にいこうそれだけのことなのにそこに感情が入ってきてしまうのでえー、失敗したこれ頑張ったのにっていう自分を見たくないからその将来の自分が見たくないから今失敗するかもの方向うまくいくかもどっちだどっちがいいのかって言ってなるべく 傷つきたくない自分を設定しようとすることによって停滞するんですよだからどっちかを選べば必ず何かしらの結果が出ます何かしらのそれがもしかしたら自分が望まない結果も出るかもしれないんだけれども望まない結果が出たら出たなりきにいややり直せばいいだけの話なんですよねだからここに感情を絡めてしまうから選べなくなっちゃうんですよね だからこれもシンプルに決めるだけでで大丈夫なんですよだって悩んでるっていうのが何個か候補があるわけですよねそれのどれかを取って動けばいいだけの話なんで,でこれも一緒ですじゃあ、私に相談する時には、えー、っと悩みすぎていて相談すらできなかったっていう話があるんですけど少なくとも悩んでる項目を列挙することはできますよね。 ここここれれれれとこれととみたいなで。そしたら私が、えー、っとその状況をやはり聞いていきますので,でこういうふうにした方がいいんじゃないという判断を出すことはできます。だけれどもやはり自分が先に決めるっていう癖をつけないと私が24時間体制で張り付いてるわけにはいかないので自分で即判断 しななくてはいけないけケースがあるんですよねその私思考力を育てたくって、まあ、壁打ちのような形で質問を繰り返しますクライアントさんに。つまり自分の口から必ず言ってもらうっていうことをゴールにしています。なので、えー、っとどういう質問の応酬になるかっていうとまあ例えばね 悩んでたら時間が過ぎちゃいましたって言ってたら何と何を悩んでるんですかって私聞くと例えば何か選択肢があるもので悩んでる時には A か B か悩んでましたとかねじゃあ A を選んだ時のあなたにとってのメリットとデメリット B を選んだ時のメリットとデメリットこれ教えてもらっていいですかっていうと。 改めてメリットとデメリットって言われるといや A を選べばこれがメリットこれがデメリット、うん、B を選ぶとこれがメリットデメリットそれが答えられるんですよ。じゃあ私が客観的に今の話を聞くと,、えー、っと B なんだけどそれでいいかしらって言うといやでも B だとこれこれこういうところが辛くなっちゃうとか言うわけですよ。うん じゃあ A にしたらいいじゃないですかいや A は A でこうこれこれこういうところ、まあデメリットの方に目がいくんですよねじゃあ優先事項を決めましょうって言ってそれがじゃあお金なのか家族との時間なのかやりがいと生きがいと目標なのかとか一つ一番こう自分が注目する点フォーカスする点決めてください って言ったとすするじゃないですかでそうすると大抵私の場合には事業相談されてるわけなのでまあ、集客を増やしたいとか売り上げを伸ばしたいって言われるわけですよねそうするとじゃあ売り上げに一番直結する選択肢は B ですだからそこにデメリットがついてくるのも仕方ないじゃないですかだってそれが一番の望みですよねという。 解決に導くような話にな話ってきますつまり自分は本当は何がしたいのか何が望んでいるのかすら見失ってしまうと時間が過ぎちゃうんですよ答えはとてもシンプルなんです毎回お金を稼ぎたいを中心にするんだったら一番お金が手っ取り早く効率的に稼げる選択肢を取ればいいんですよ いやそんなことやったら心がすさみますであればお金は重視しないで心が喜ぶ方向の施策をやればいいわけじゃないですかっていうそういう答えになるので必ず答えて出ちゃうんですよねで、まあ、その判断の時間があの早いか遅いかはもちろん人によりますで私はほぼ秒で決めます1秒レベルで。 じゃあなえ,えなんで1秒レベルでできるんですかって聞かれることありますけど直感です <laughs> あの私の場合には著書もですね「感情シリーズ」っていう著書を3部作で書いてまして「感情時間術」「感情科学術」「感情営業術」っていうことで、えー、ビジネスにおいて感情っていうのが 結構邪魔をしたり加速をしたり色々な作用を及ぼすわけですよで最終的には理性で割り切れない部分って結局感情の部分じゃないですかだから感情を最優先すると直感にほぼなっていくんですよねじゃあさっき言ったみたいにじゃあ私が、ね、データを調べてきてください業界動向を何、ね、かやってくださいっていう秒で決めるんなら無理じゃないですかって言われますよね 言われる方は思うと思うんですけどじゃあなんで病で決められるのかって言ったらまず直感ありきですつまりやりたいのかやりたくないのかこれが私の中で最優先事項なんですよでやりたいっていうふうに決めた瞬間に、えー、じゃあそれをやり抜くためにはやりきるためにはって言ってえー、と環境とか状況とか調べて 1, 1回は決断しますよやるとや,るやり抜くっていうことでね。 だけどあまりにも調べた結果うーんこれは今手を出すのはちょっと時間的に厳しいなっていう風になった時にはやらないっていう風に変えればいいだけのことなんで決めるのはどっちにしろ一瞬でで決められるんですよねだからやるって決めればやる方向で組み立てますで組み立てた結果あれ今一つだなとかこんなに動く割にはそんなにもうかんないなとか。 あのそういう場合にはやめるケースもありますよだけど一旦はやるって決めるからじゃあ何,日何,何月何日までに何をどうしてって全部組み立てるんですよでそうするとあれちょっとしんどいなって言って時期を伸ばすのかやりきると決めているんだったら場合によっては撤退です調べた結果あやっぱりやめようとかで今度はやめることを決めますはい。 これを結構ね、決断を繰り返すことが多くなるんですよ、個人事業の方ってね。で特にチャンスって思うことは、まず、あの手を出してみるっていうことです。心が動いたんだったら。まあ、よくあの、セミナーとかでもあるんですけど、これ聞きたかった、前から聞きたかったって言ったら、まず申し込んで,で、その後、日程調整したり、お金の工面をしたりっていうのもよく。 あります。迷っている間にゼロになっちゃったら、選ぶこともできないじゃないですか。だけど、これ全部が整ってから申し込もうっていう人って、大抵それを掴むことはできないんですよね。で、特にあの、えー、っと、成功している方って、ものすごく時間にシビアで、めちゃくちゃ時間を大事にしている方、多いんですよ。でそ、例えばですよ、その人から、もしも、じゃあ、あなたがね、お声掛けしてもらって。 うんなんとかさん僕と一緒にこういうビジネスしませんかって言った時に悩むタイプの人ってえ,えいや私そこまでちょっとまだあの技術がないと思うのでちょっと考えさせてもら考えさせてもらっていいですかとか言っちゃうんですよこれおかしいんですよその例えば自分が憧れているもう声かかったら もうめちゃくちゃ嬉しいっていう人だったらもう一問にもなく「ありがとうございますぜひやらせてください」って言ってから足りないスキルとか学べばいいだけの話なんですよ。で、えー、と声がかかった時点でもう認められてるんだから答えは一択ですイエスでしかありえないというふうに思っているので <laughs>、まあ、そういう基準で。 あのやっていきますで同様にさっき儲かる話っていうところからねあこれ、撤退しようかなって決めたって言いましたけど私の場合には気持ちが動くんだったら無料でゼロでも楽しそうと思ったら OK っていうことで自分にに、OK、すすることにしていますでもそればっかりやっていたら当然、事業として成り立たないのでしっかり儲かるところは儲かるようなビジネス設計をしてそれで出たお金の利益 のの中の、まあ、上限値はこれぐらいまでというの決めてますけどその中の範囲だったら、まあ、別に普通に即答で OK ですでそこを割り込んでもこの人を助けたいとかこの人をどうにか幸せにしてあげたいと思った時にはもしかしたら自分が借金を背負ってでもやることはあるかもしれませんもしかしかて、まあ、それは帰ってこないかもしれない借金を背負うというのを自分で決めることになりますけどね。 でその時には自分で決めてその選択をするのでこれもまた決めることなんですよでこれが自分で決めたっていう自覚がない人って、えー、決めた選択のはずなのに人のせいにしたり環境のせいにしたりしてしまうんですよねだから必ず自分で決めるっていう癖をつけないといけないんですよだからあのここが できてないいととととビジネス前にに進ままなななからずっと同じこころで迷うことになりますなので私事業相談じゃないけれどもこういうことで悩んでます言うともう大体瞬時に全部答え出ちゃいますよだってテーマが決めてないからだけなんですもの <laughs> 決めるっ決めたらもうあとはただそれをどうやるかを話し合うだけなのでもう秒で解決ですねほとんど。 で最後の「分かってるけど動けない」これも同じですいや分かってるんだったら動きましょうなんですよね <laughs> これ一択なんですよ「分かってるけど動けない」っていう動けないんじゃなくて動かないって決めてますよねっていうことなんですよねだからえー、っといや別に私があのー、ねそれこそじゃあ言ってくださってるじゃあまあそうだな 花子さんにしうましょうか <laughs> いや花子さんの人生私が生きてるわけじゃないので別に動かなくても私は困らないので <laughs> あの、ね、ビジネス成功させて収益稼いで家族のためにこうしたいって夢があるっていうからお話お付き合いしてるけれども動かないって決めてるわけだから他に方法があるんだったらその方法でもいいんじゃないですかっていう話で私は別に困らないです、うん、あ,あなたの人生生きてるわけじゃないから。 アドバイスするだけで決めるのは自分でということになるので分かってるけど動けないっていう人は動かない選択をしているってことはまず自覚してほしいのと「えー、っとそのけど」っていう言葉を使ってる以上、まあ、何か障害はあるはずなんですよ。そののの障害の大きさと叶えたい目標夢への情熱 がが天秤にかかけけた時どっちが勝つかだけですよね条件の方が勝っちゃうんだったらやめた方がいいですよね違う手を探すのかそもそもビジネスやるのやめるかどっちかぐらいの感じじゃないですかだからこれが何個も何個も出てくる方っていうのは、えー、っともしかしたら、えー、個人事業とか自営に向いてないタイプの方もいらっしゃいます。えー、憧れ企業とかいう感じ 会社員とかパートとか雇われの身の方がいいんですよそういう方はあの考えて自分で動いてなんぼが個人事業主とか自営で事業を起こしていく人なのでそこをしないで夢だけ語るのってちょっと虫がいいですよねって思いますはいあの夢はもちろん叶えるためにあるんですだから叶えればいいんですよ でその情熱があれば多少の困難とか苦労もそれにくっついてくるから乗り越えられるじゃないですかそこが決まらないから乗り越えられないんですよ大体だから決まってない人って何を話してものれんに腕押しみたいな感じ <laughs> ぬかにくぎみたいな感覚をすごく得ることが多いです 決めるのって難しくなくてめちゃくちゃシンプルですよ <laughs> だってやるかやらないかですものまずはでその方向がもうやりたいっていうふうに決まって感情的に決まってるんだったらあともっと話は簡単でやりたいためにどうしたらいいのかっていうのはやりたいが第一優先にあれば私アドバイスできますはい。あのそその意思を 私に決断を委ねないいいででくださいっていうことですそことすそ私に決断を委ねると、えー、例えばじゃあ私が A やりなさいって言ったとするじゃないですか相談されたから一応環境的にねでそういうタイプの人ってどういうことを後で言うかっていうと、まあ、言われたことはないけど言う,言うと <laughs> 想像するに A を高橋さんが言ったから A をやったのにうまくいかなかったとか言っちゃうんですよ。 だから最終的に私が A だと言ってもそれが本当に A でいいか自分の口からちゃんと言って決めてって言いたいんですこれ責任逃れっていうことじゃなくてあのアドバイスレベルなんですよコンサルタントが言えるのって私も2人のコンサルタントを同時につけていたことがあって。 ちょっと種類とか思考の方向性とかが違うんだけれども、尊敬する方だったんで同時に習っていたことがあるんですが、その時にやっぱ答えが割れる時あるんですよ。その環境の捉え方とか考え方とか、あと私のポテンシャルですね。私の可能性の見誤りとかもあるわけですよ。二人にとっても。私のことは私が一番よく知っているので。そうすると答えが割れた時に、私が一番喜ぶ方法で、 いいなと思う方向をアドバイスはもらうけど最終的に決断します。だけそのひ一つが失敗としたら、どっちかのコンサルタントが言ってたことが合ってたことになるわけじゃないですか。だけど、私と同じ回答を出したコンサルタントを責めるかって言ったら責めるはずがないんです。だって私が自分で決めてるから。決めるってそういうことなんですよね。で決めきれない人は、ある意味、ずるいんですよ。うん。自分の うーん選択に逃げ道を作り責任を取ろうとしなくって人の意見を聞いたところに乗っかって失敗したらその意見を言った人の責任にせいにしてなすりつけることができるから逃げ道を取ってるんですよね必ずだからそういうタイプの方ってリスク取らないからうまくいかないんですよこの自分の範囲の中で収まるっていう感じで。 それは悪くないですってあのそういう人生もありだからだけれども自分が本当に人生を変えたかったりビジネスをちゃんと独り立ちしてやりたいって思うのであればこのまず迷う時間を減らしましょうっていうことですだって何か動いたら答えが出るんですもんだったら決めて動くだけっていうのがもうシンプルな答えになります なのであの事業相談レベルに満たないような内容っていうのは大抵自分のところでで解決できますただ思考の作り方が慣れてない方が多いので、えー、私はそこをまず整えるのが先でその後に事業的に組んでいく話をするっていうこの順番をとっているのはここを決めきれない人に私が常に選択をすることによって まあ、動けない人形を作っちゃうことになるわけだからそれは良くないなと思っているのでマインドと、えー、芸の方のものを両方見ますよって言ってるのはそういう意味です丸投げしていいよって言ってるのとは話が違うっていうことですねはいちょっと思い当たる方はね少し思考の方向性変えていただけるといいんじゃないでしょうかはいということで、えー、っとまとめに入りますビジネスを加速度的に成長させたいなら まるだけでいいこのまるは決めるだけでいいつまりビジネスを加速度的に成長させたいなら決めるだけでいいというとてもシンプルな法則になりますはいこれを心して悩みがちの方はぜひ、えー、ドキッとしながらも心に留めて、えー、日々活動していって頂ければと思いますそれでは